皆さん知ってますよね。 Yes! ユニバーサルサプライズハロウィン大人気の人気パレードパレードでカーニバル、その出演者のスカウトが始まるのよ。みんなで最高に盛り上がってパレードに参加してもらおうじゃねえか。パレードに参加するにはよ、簡単な振りを覚えてもらうぞ。みんな覚えてアピールするんだぜ。そして今年はここでパーティーもするんです。スカウトが終わってもパーティーがあるのでずっとノリノリで行きましょう。皆さん OK ですか？イエーイ。それでは早速皆さんに覚えてもらうダンスはこれだ。そうです、この曲を聴くとなんだか踊りたくてうずうずしてきますよね。エルモンよろしく。思う存分アピールしてくださいね。よし、準備は整ったようだな。それじゃあ俺たちの厳しいスカウトの訓練を受けたスカウトマンたちがそっちに行ってパレードにふさわしいやつをスカウトしていくぞ。お前らしっかりな、いいやつ見つけてこいよ。いってらっしゃい。あ、そうだ、スカウトされるコツなんてあるんですか？スカウトされるポイントね、それは何点かって仮装が素晴らしいことよ。あとはさっき習ったこのダンスね。パレードに出る人をスカウトするんだから、もちろんノリが良くなきゃダメよ。そうさ、俺様みたいに派手でフー
ノリがいいやつは目立つからアピールしない。スカウトされたやつにはその場で招待状が渡される。渡された時点でパレードの参加が決定だ。招待状には案内が書いてあるから、お前らよく読んどけよ。要は目いっぱいアピールした者勝ちということですね。あいよ。OK、 皆さん思う存分アピールお願いしますよ。それでは参りましょう。レッツスカウトで会話。さあスカウト始まってるぞ。さあ後ろも一緒に、もっとファッションのファッション、ゲストの皆さんは一緒に踊りながらパレードに参加してもらいます。イエーイ。さあここからは全員で最高に盛り上がるハロウィンパーティータイムだ。さあ皆さん立ってください。エビバディステンダー。そしてこのパーティーを盛り上げるために駆けつけてくれたクッキーモンスター、アリエンバート、
しやるんです。皆さん頑張ってアピールしますよ。さあいいですか、ここからは声も発しやすい絶叫ハイヤー。皆さん大きな声を出してもいいですか。叫び、まだまだ叫び、最初の方も一緒に絶叫ハイ、もっともっとみんなで一緒に絶叫ハイ。ですか。3人組でしかもオリジナルで来てくれたぞ。あ、なるほど、オリジナルの仮装で、それはディーコンさんにアピールが届いたということですね。おめでとうございます。さあレイカさん、はい、どんなにも素晴らしいゲストの皆さんが集まっているならパレードでカーニバル盛り上がること間違いないですよね。そうね、せっかくフロートになれるんだから地味に踊ってちゃダメよ。派手で目立っちゃってちょうだい。みんなで目いっぱい盛り上がろう。それでは選ばれた皆さんには私の方から招待状をお渡しいたします。おい、ビートルジュースお前もいいやつ見つけてきたな。こいつら鼻が取れるんだぜ。いい感じよ、みんな盛り上がって楽しんでちょうだいね。それでは今一度選ばれた皆さんに大きな拍手を。おめでとう。それでは皆さんはお席の方にお戻りください。また後でな、しっかりやるよ。そして前もって選ばれたゲストの皆さんも招待状の案内をよく読んでおいてくださいね。みんな盛り上がって楽しんでちょうだい。いや、これだけ盛り上がることができればみんなパレードに参加できるだろう。そうじゃ、今みたいにパレードのフロートが通り過ぎた分とも絶対に盛り上がるんだぜ。イエーイ。そうなんです、実はまだまだ参加できるチャンスはあるんです。パレードの最後尾、そこにいるダンサーたちに今みたいにノリノリでアピールしてみてください。そうすればパレードに参加できるかもしれませんよ。さあみんな頑張ってちょうだい。それではパレードでカーニバル、皆さんで一緒に盛大に盛り上がりましょう。